ご覧いただいているのは1956年に行われたパリーグ選抜対ドジャースの試合で稲尾和久氏がシュートを投げている映像になる。稲尾氏といえば青田昇氏にプロ野球史上で本当のスライダーを投げたのは藤本秀夫、稲尾和久、伊藤智人の3人だけと言わしめるほどスライダーが代名詞のピッチャーであったが、実はあの野村克也氏は稲尾氏について、稲尾はシュートピッチャーだと言っている。野村氏は言う、稲尾といえばスライダー、右バッターの外角へまさに滑って消える魔球のように思えた。だがむしろ厄介だったのはスライダーの直前に来るシュートだった。打者はシュートが気になるからスライダーが余計に打ちづらくなる。稲尾の評価はコントロール自在のスライダーが定番だったが、私は懐に食い込むシュートの方が厄介だ、稲尾はシュートピッチャーだと見ていた、というように、あの野村氏は稲尾氏はシュートピッチャーだと言っている。そして野村氏が言うシュートがこの球になるが、確かに稲尾氏のシュートは途中からバッターの懐へ食い込むように曲がっており、またその曲がり幅はかなり大きく、バッターからしたら外角へ大きく滑って落ちる魔球のようなスライダーと、そのスライダー打ちを封じ込めるように食い込んでくるシュートを投げられたら、さぞかし打ちにくかっただろう。いずれにせよ一つ言えることは、プロ入り1年目でこれほどのシュートを投げていた稲尾氏はやはりすごいと言わざるを得ない。